どうも皆さんこんばんは、工藤です。3月23日の水曜日ですね。はい、夜の8時37分です。はい、水曜日か、水曜日なんもないか、なんもないね。はい、まあ今日は私ね、久々に水曜日がお仕事っていうことで、はい、まあちょっとだけなんですけどね。はい、まあ普段の本当半分にも満たないぐらいの勤務時間だったんだけど、はい、まあ一応お仕事がありました。まあ内容としてはね、その4月からのお仕事に関するお話というか、はい、4月からね、またちょっと普段とはまた別のね、別というかなんかちょっと毛色の違う業務が入っているので、まあそれに関するお話をちょっと聞いて、まあそれに備えるという感じでしたね。はい、なのでちょっと4月の頭の方ね、最初の方はちょっといつもと違う業務になるので、まあ気合い入れて頑張っていこうかなと思います。はい、うん、まあ私ね、4月になってその職場が変わるとかそういうのはないんだけど、まあ皆さんはね、うん、まあでもどうなの、社会人になるとあんまりないか、でも4月だからといってあんまりね、まあ移動とかそういう部署が移動するとかっていうことであれば新しい職場になったりとかする人もいると思うけど、学生の頃がね、やっぱ一番なんかその学年が変わって教室が変わるとかさ、あとなんだろう、クラスも変わるか、クラスも変わるし、そうなると付き合う友達も変わるしみたいなね、ことがあったりしたけど、なんか社会人になるとあんまりそういうこともね、うん、なくなるから、なんかその3月から4月になった時のあのなんか新鮮な空気感みたいなのって、うん、大人になるとあんまり感じなくなるなっていう気はしてますね。うん、なんだろう、やっぱ4月のさ、学年がこう一つ上になったりとか、まあ高校生、まあ中学から高校とか小学校から中学とかさあると思うんだけど、なんだろう、クラス替えのね感覚、なんかまた大人になるとやっぱあの感覚いいなってちょっと思ったりするね。うん、中にはそのね、あんまりそういうクラス替えとか好きじゃない人もいるかもしれないんだけど、私はね、結構性格的に、なんていうのかな、新しいものが好きだったりするタイプの人間なんで、あのクラス替えとか結構好きでしたね。あと席替えとか、席替え、クラス替えとか、うん、とにかく大好、なんか好きだったね。うん、まあその仲いい友達と別れちゃうっていうこともまああってはしたんだけど、そういうのもあるんだろうけど、まあそれを置い、それがあったとしてもやっぱりなんかクラス替えとか席替えとかは結構好きだったね。うん、それこそ席替えとかなんてね、毎月とかやってもいいんじゃないかなっていうぐらい、あの結構好きでした。うん、でも席替えも結構好きな人多いんじゃないかなね。私も学生の頃そのクラスで席替えやるってなると、うえーみたいな感じだったと思うんだけどね。うん、まあ一番前になったり一番後ろになったりとかもありましたけど、懐かしいね。うん、だからその大人になるとね、学生の頃は3月から4月をまたぐといろいろ環境が変わったりするんだけど、うん、大人になるとあんまりそういうのがなくなってしまうからさ、ね、なんか自分で意図的にそういう変化をつけていかないといけないのかなって思ったりはしてるけど、うん、はい、まあそんな、なんだろう、そんなまあそんな工藤でございます。はい、今日の夜はですね、かなり緩いお話をちょっとしようかなと思いまして、うん、まあいつも大体そんな大した話ではないんですけど、
青森県のご当地パンのお話をちょっとしようかなと思います。はい、今週のその舞妓さんちのまかないさんを見て思ったことがあったんでお話しします。思ったことっていうか、まあ、まさにその舞妓さんちのまかないさんで取り上げられてた、まあ、テーマというかお話で、まあ、ご当地パンのお話ですね。はい、結構クドラジはねこの舞妓さんちのまかないさんにネタを提供してもらっているんですよ。というのもこの舞妓さんちのまかないさんっていうのが青森出身の女の子がまあ、京都で舞妓さんをやったり舞妓さんのその館でそのまかないを作るお仕事をするというお話なので、まあ、結構ね青森に関する話題が出てくるんですよ。うん、で舞妓さんちのまかないさんの原作者は青森県の十和田出身だったかな、確か前調べた時にね、うん、知ったんですけど確か十和田出身の人だったと思います。はい、なのでまあその青森のねご当地ネタっていうのが結構出てくるんですよ。うん、で今週がそのご当地パンで青森のご当地パンといえばアニメ内ではまあおそらくね名前を出すことができないんだろうね。うん、商品名だからさ、うん、出せないんだけどイギリストーストですね。はい、青森あれ工藤パンじゃなかった、それこそ工藤パンっていうね パンの会社があるんだよね。あれ違ったっけ、工藤パンの、そうそうそう、イギリストースト、イギリストースト、工藤パンのイギリストーストじゃなかったっけ。あ、そうそうそう、やっぱ合ってるわ。うん、まさに私と同じ、まあ、名前を持つ工藤パンっていうのがあるんですよ。工藤パンってそもそもちょっと待って、工藤パンってどういうメーカーなの。株式会社工藤パン、株式会社工藤パンは青森県青森市に本社を置く製パン業者、本社とむつ市に製造工場を持つと。へえ。1948年設立だって。すっご。そんな前からあるんだ。へえ。まあ、青森県のご当地のパンっていう感じだね。うん。ちょっと待って待って待って。工藤パンの公式サイトに行ったらさ、イギリストーストの抹茶ラテ風味なんてものがあるの。3月の新商品、初めて見た。最近あんまコンビニとかもさ行ったりしないから、うん、菓子パンとか最近食べてないんだけどね。うん、イギリスブレッド、こんなのもあったっけ。イギリスブレッドってただの食パンだよね。んだよね。このパンを使ってイギリストーストを焼くってわけで、焼くっていうか作るってわけで、そう、アニメ内でも言われてたんですけど、イギリストーストっていう名前なんですけど、焼かれてません。トーストされてません。はい。なんかその、ね、県外の人とかから、人たちからすると、イギリストーストって言ってるのに、トーストされてない、じゃんみたいなことを結構思われるらしいんだけど、うん、イギリストーストって別にトーストされてるわけじゃないんですよね。なんで、そもそもなんでイギリスなのかっていうね、ところもあるんだけど、すごいな、これイギリストーストのページがあるわ、ちゃんとした。工藤パンのロングセラー商品、マーガリンとグラニュー糖の絶妙なハーモニー、イギリストースト。新数1967年。書いてるね。50年以上愛され続ける青森県民のソウルフード。うん、結構今全国的にどうなんだろう、有名じゃないかな、もうだいぶね、結構有名な気がするんだけど、イギリストーストってね。うん、
ガリンとね、その砂糖が入ってるってだけの超シンプルな食べ物なんだけど、うん、イギリストーストの秘密、いつから販売されている？昭和42年頃に発売されて、発売当初は1枚切りの山形食パンにマーガリンとグラニュー糖をかけたもの。現在のように2枚合わせになったのは昭和51年から。創業者工藤半右衛門、わかんない、読み方がわからない。誕生のきっかけ、むつ市大港地区で山形食パンにバターを塗って砂糖をかけて食べるという習慣があって、それを参考に山形食パンにマーガリンとグラニュー糖をかけて試作を行ったと。当時はバターの値段が高くてマーガリンを使用した。なるほど、いつ頃から人気になったか。青森市を中心に県内の中高の販売店にも販売していた。山形の食パンはイギリスパンと呼ばれますが、イギリスパンを使用した商品ということでイギリストーストと名付けられた。はじめは無地包装でしたが、昭和51年に現在の2枚合わせになって商品名の特徴を出すため、イギリス国旗をイメージした包装デザインとなっている。その後もリニューアルを重ねていますが、ユニオンジャックと赤青のイメージは今でも変わらないと。はあ。ああ、なるほどね。いろんななんかコラボ商品とかもあるんだね。不二家のコラボ、イギリストースト、ミルキークリーム。ああ、スペシャルイギリストースト、もっと砂利増し。イギリストーストブレンドコーヒー、小倉&マーガリン、いちご&マーガリン、ピーナッツクリーム。いろいろあるんだね。うん。まあそりゃそっか、これだけ歴史があればね。知らなかった。こんなに種類があるのは知らなかったな。うん。抹茶ラテ風味ちょっと気になるな。あとスペシャルイギリストースト、もっと砂利増し。あのね、食べたことある人ならわかると思うんだけど、あのこのイギリストースト何がうまいかっていうと、さっきから言ってるように、あのパンにただマーガリンと砂糖を塗りたくっただけの、あのパンなんですよ。うん。何がうまいかって言われると、ちょっと難しいんだけど、簡単に作れるからね、だって。パンに、食パンに、あの、ま、マーガリンでもバターでも多分どっちでもいいと思うんだけど、あの、塗りたくって、あのその上に砂糖を振りかけて完成なんで、もう誰でも簡単に作れます。はい、うん。でこのもっと砂利増しっていうのは、その砂糖の砂利砂利がね、多分もっと普通のイギリストーストより強いっていうものだと思います。はい、このね砂利砂利がね意外とうまいんだよね。うん、なんだろうね、ほんと砂糖食ってるだけなんだけどね、体にいいかって言われると絶対良くはないんだけど、それがうまいんだよね。うん。私の家ではですね、私、小学校、中学校ぐらいの時かな、ものすごいイギリストーストにハマった時期があって、当時はまだイギリストーストっていう名前、名前っていうか、その食べ物の名前がイギリストーストっていうことを知らずに、なんでだっけな、なんか母親が作るっていうか、まあその学校行く前の朝食として出してくれたんですよ。うん。で昔から甘いもの好きだったん でそれ食べて以降めちゃくちゃハマって、家で作ってましたね。うん、さっき言ったように誰でも簡単に作れるんで、イギリストーストって。しかも焼く必要もないし、本当にただ食パン買ってきて、食パン用意します。でどうやってしたかな、マーガリンだかバターだかどっちか忘れたけど、バター使ってたかな、うちでは。うん、まあその昔はね、バターが高かったからマーガリン使ってるって話だったから、別にマーガリンでもあのバターでもどっちでもいいと思うんだけど、うん、なんかその大量っていうか
バターとマーガリンに砂糖を入れて、私はね確か混ぜてた、一旦そのなんか別皿とかに用意して、別皿とかにマーガリンもしくはバターを入れて、そこにこう砂糖を入れて、でそのバターマーガリン、バターもしくはマーガリンをこうとにかくもう練る、あのパンにさ、あのジャムとか塗るそのなんかヘラじゃないけどなんかスプーンみたいなのあるじゃないですか、あれでもとにかく混ぜて、で混ぜるとその要はこうなんかちょっとねちょっとしたような砂糖のね入ったバターマーガリンになるんで、それをあの普通の食パンにただこうザーってこうジャム塗るみたいな感じで塗って食べてた。あ、思い出した思い出した、うん、そういう食べ方してた私は。で、本当に朝食で食ってたね。うん、あの朝ってさ、学校行かなきゃいけない時の朝ってもうとにかく、なんだろう、学生の頃ってさ、いっぱいたくさん寝てたいじゃん。うん、でも学校行かなきゃいけないから朝起きなきゃいけなくて、なるべくギリギリまで寝てたくて、でもなんか朝ごはんは食べていかないとってなってたから、その本当にイギリストーストって本当にねめっちゃ簡単だよ、さっきから言ってるようにね。うん、食パンバッて出してさそれこそバターと砂糖とかなんて、さっき練ってるって言ったけど、練ってあらかじめ練っておいて冷蔵庫とか入れとけばね、あの朝食べるってなったら食パンとその練ったやつ冷蔵庫から出してきて、そのままバーって塗れば食えるからさ、本当に、うん、だからジャム作ってるような感覚かな。だからジャムもさ、だからね、取ってパンに塗って食べるだけでしょ、そんな感覚。うん、だから砂糖とそのバターもしくはマーガリンを練って作っておいて、冷蔵庫入れといて、食べたい時に食パンとそれを出してきてパンに塗って食べるだけです、はい。まあ、そんな学生時代を送ってましたね私は。うん、懐かしいね。今でも今やろうと思えばできるんだけどね。うん、一応ねちゃんと工藤パンのイギリスソースも食べたことはありますね。はい、どうだったかな、でも青森県外でもなんか売ってるの見たことあるような記憶はあるんだけどね。うん、確かどうだったかな。うん、でも本当美味しいからね、ぜひあのまあそのコンビニとかでね買える方は買って食べてもいいと思うし、まあ、さっき言ったようにあの買えないんだよっていう人はもうあの自分家でいくらでも作れるので、こんなの、うん、普段料理全くしない私ですら多分簡単に作れるからね分量とかもほとんど関係ないから、ただ食パン買ってくる、でバターもしくはマーガリン買ってくる、砂糖も買ってくる、砂糖とマーガリンもしくはバターを混ぜる、パンに塗る、完成だから、あの火も使わないしうん、めっちゃ簡単なんで、はい、まあお腹いっぱいになるかって言われるとちょっと微妙だけどね。うん、どっちかっていうとおやつみたいな感じだね。うん、だから朝時間がない時にこう軽く食べたい時とか、3時のおやつに食べたい時とかかな。ものすごいお腹が空いてる時にこれ食べたくなるかって言われたらちょっと違うかなと、はい、思います。はい、うん、で舞妓さんちのまかないさんでは、まあそのご当地のね、あの青森県のご当地のイギリストーストが紹介されてましたけど、あの他にもなんかいろいろね、あのご当地のパンがたくさんあるんだよっていう話をしてたので、うん、だからまあ青森県ではその工藤パンのイギリストーストがまあ有名というか、うん、ザ・ご当地パンって感じですけど、まあ、それぞれの都道府県でそれぞれのやっぱご当地パンっていうのがあるみたいです。はい、うん、まあなんかいろいろね喋ってましたけどね最後。うん、まあなんかね、コメントなんかで教えてくれたら、
まあ、食べるかわかんないけど、多分食べないとは思うけど、はい、ぜひ教えてください。うん。あとはまあ普通にイギリストーストおすすめなんで、おやつなり、まあ、朝食なりで、はい、食べてみてください。不動パンは他に何売ってるんだっけ？うん。結構そのイギリストーストのイメージが強すぎてね。そんなところか、うん、他はまあ普通のパンって感じだね。まあ青森県に住んでればなんか見たことあるようなパンがちらほらありますけど、まあそれをここで喋ってもしょうがないと思うので、うん、まあ、とりあえずあのイギリストーストの、はい、お話でした。はい、かなり緩かったね。うん、いやーでもトーストね、まあ体には良くないわな。マーガリンってさ、なんかでもなんだっけ、あんまり体に良くないって聞いたことあるんだけど、どうなんだろう。マーガリンよりはバターでやった方がいいのかな。うーん、なんかどっかで聞いたことあるんだよね、マーガリンはあんまり体に良くないってね。まあ、あんまりその辺気にしてもしょうがないとは思うけど、そうだね、個人的にはでも、ま、バターの方がいいのかなとは思うけど、うん、そういった情報もあるから、まあ、バターだったら安全ってわけではないけど、まあ、太るとは思うけど、うん、食べ過ぎるとね、はい、まあ、ほどほどに、おやつとか朝食で食べてみてください。はい、まあそんなところですかね。うん、まああんまり大した話はできなかったですけどもしよければ、はい、イギリストースト自分で作って食べてみてください。はい、というわけで、今回のお話は以上となります。はい、また次の配信でお会いしましょう。バイバイ。